東、富士金一は、東京市下役出身の元大相撲力士、第40代横綱、元プロレスラー、実業家。本名は、井上金一。子供時代から、局、怪力で、大人に混じって、家業の鉄工所を手伝っていたことから、下屋に、街道ありと評判になる。その評判を聞きつけた富士が、根が勧誘して入門させ、百三十六年、一月場所に、 初土俵を踏む。しかし、緊張から鍛え上げられた力を発揮できずに前、相撲を通過して番付に乗るまで2年を要したが、幕下時代から双葉山定治に目をかけられ、金坊、恋と呼ばれては、猛稽古で鍛えられた。双葉山定治の猛稽古によって、順調に力をつけ、1942年1月場所で、新十両昇進。 1943年1月場所では十両東2枚目の地位で14勝1敗の十両優勝を果たすと、同年5月場所で新入幕を果たす。十両上位で14勝の好成績を残したことで、新入幕の場所は東全島8枚目に位置づけられ、いきなり横綱、三役人と総当たりさせられたが、寺四国一万倉、安芸の海、 節王の二横綱には、破れたものの、二席分け、一小結びを倒して十勝五敗の好成績を残した。前頭筆頭で迎えた1944年、一月場所七日目には、かつて胸を借りた、双葉山の横綱土俵入りで梅雨払いを務めた。その後も一場所途中球場による負け越しがあったものの、すぐ幕内上位に定着し、新席分けでの1944年十一月場所、 では、東西の編成外で初めて、双葉山と敵方になり、同場所の一日目に、その双葉山サダジを上手投げで破って、恩を返した。この取り組みが、結果的に双葉山が、土俵に上がっての最後の敗戦にもなった。第二次世界大戦中の一時期は、出羽の海部屋に身を寄せて、巡業や稽古を共にした。そのまま移籍する話も持ち上がり、当人も、 出羽の海側も遺跡のつもりだったが、高砂一門の総帥である前田山がこれを認めなかったことで、東富士は半ば脱走するように出羽の海部屋を去らなくてはならなかった。しかし、この一件が背景を知らない出羽の海の力士との間に遺言を残すことになり、これも本場所で実力を発揮しきれなかった一因と考えられている。1945年6月場所は、 戦局の悪化によって、旧、両国国技館にも空襲があり、それによって天井に穴が開いた状態で開催されたことで、晴天のみ7日観光業となった。東富士は、この場所を、羽黒山、誠ん、聖事、佐賀の花、か見の一横綱一大関はじめ対戦の、あった三役力士は全て破って6勝1敗の、好成績を残した。この1敗は6日目。 朝からの雨で中止と決めつけて、昼から酒を飲み、予定通り開催と知って慌てて、国技館に駆けつけて出場、平幕の十勝岩というに、うっちゃりで破れたものである。この失態によって、優勝は、この場所7戦全勝だった、微州山大八郎にさらわれたが、前場所の急勝1敗に続く、好成績だったことで関分けを2位場所で通過。 戦後最初の場所となった1945年、11月場所で大関に昇進する。新大関の場所は全勝の羽黒山に敗れただけの9勝1敗の星を残したが、1946年の巡業で右足に重傷を負い、直後の11月場所は平幕戦だけで3敗するなど7勝を6敗。これ以降は、後遺症で成績が不安定となる。 1947年6月場所では9勝1敗で、羽黒山と前田山、力道山と共に、この場所から始まった優勝決定戦に出場するが、1回戦で前田山に敗れ、続く11月場所は新栄の千代の山に叩き込みに、敗れるなど6勝5敗に終わる。1948年5月場所では力道山に、うっちゃりに敗れただけの10勝1敗で、初優勝。 力道山に敗れた一番は、力道山が立ち合いから猛烈に突っ張って出て、東藤は左を刺すと一気に出てと表俵は腰を落として、寄り倒そうとしたが、力道山は必死にこらえ、力を振り絞って右へ打っちゃった、という流れであった。同10月場所は、増井山大四郎に本割、決定戦ともに敗れて、 優勝同点だったもののやはり十勝一敗で、場所後に横綱免許を授与された。これは、吉田塚酒が授与した最後の横綱免許となった。東富士が上手投げで、土地二式を破った、瞬間新横綱の年1 9 4九年、一月場所から高砂部屋の所属となる。この場所六日目の上風戦は、相手のまぶたが切れて、出血のために取り組み続行不能とされ痛み分けとなり、 この一分があって同部屋で平幕会の国等を反省差で追う形になったが、先週落国等が敗れて逆転10勝2敗一分で二葉山以来となる新横綱優勝を果たした。続く五月場所は終盤横綱大関陣にご連敗を喫してやっと勝ち越しの8勝7敗に終わる。解禁横綱のご連敗は現在でも最多対記録である。 1950年1月場所は、左足首関節座礁のため3日目から休場。他の2横綱も、寺四国は4日目から、羽黒さんは5日目から、相次いで休場し、横綱不在となってしまう。東富士は7日目から、羽黒さんは11日目から再出場するもともに6勝に終わる。前場所1949年10月場所では、前田山が、 チールズ事件で引退に追い込まれていたこともあり、横綱のあり方について批判が紛失し、相撲協会でも一度は連続負け子しか球場で大関へ広角とする新制度の導入を発表。大関で連続優勝を果たした千代の山は、時期焦燥を理由に横綱を見送られることになり、横綱審議委員会の発足へ繋がってゆく。 続く5月場所では前場所の雪辱を期すように3、横綱で優勝を争い、東富士1敗羽黒山2敗で先週楽結びの一番となり、これに勝って14勝1敗で3度目の優勝を果たす。1951年9月場所は場所中から、急性肺炎による高熱に悩まされ、11日目から3日間、土俵入りを休むなど、苦難の場所となった。 特に十二日目の吉羽山淳之介との一番では、医師からも、こんな病心で相撲なんか取って死んでも知らんぞと、静止されながら、命に関わっても文句は言わぬと誓約書を出して、出場。この日の一度目の取り組みは東、藤の土涛の寄り倒しに軍配が上がったものの物言いい。取り直しになるも、熱の入った工房の末に、水が入り、再開後、吉羽山の寄りを東藤が打っちゃり、 軍配は吉羽山に上がったが、またも物言い。競技の結果、これ以上取らせるのは、不可能と判断され、吉羽山の了承を得て、勝負預かりとなる死闘となった。他に9日目関脇土地二式に敗れた一杯があった、ものの13勝一杯一夜で、四度目の優勝を果たす。また、この場所は、千代の山の横綱昇進で、羽黒山、寺志国、東富士と四。 横綱時代となっており、1938年5月場所以来13年ぶり史上2度目の4、横綱層あたりも実現したが、東富士は横綱戦3戦全勝を記録している。系統別層あたり制の下での4横綱層あたりは、不戦勝を交えない純前たるものとしては、これが最後で次に実現するのは部屋別層あたりとなった1965年。 9月場所でのことになる。場所後には、力道山のオープンカーを借りて優勝パレードを個人的に行い、これが大相撲における優勝パレードの始まりで、1952年1月場所以降は、日本相撲協会の公式行事として行われている。1953年9月場所、初日から13連勝で優勝を決め、今度こそ全勝なるかと思われたが、 14日目、吉羽山に取り直しの末敗れる。先週楽には鏡里を下して14勝1敗。これが最後の優勝。1954年9月場所、4勝4敗の後9日目から休場。この場所大関栃西が初日黒星の後連勝を続けており、優勝を争っており、大関で連続優勝となれば横綱昇進を問われるが、 当時はすでに東富士と千代の山、鏡里、吉羽山の四横綱がいて、土地式を挙げれば、前例のない後、横綱時代が実現してしまい、このために土地式の昇進が見送られる可能性があった。その気配を察した東富士は14日目に引退を申し出た。土地式もこれを察し、どうか引退しないでくださいと、東富士に伝え、東富士も最初は考えたが、 土地錦からの申し出で、逆に気持ちが吹っ切れたと語っている。引退後は年寄り、錦戸堂襲名したが、高砂一門での派閥争いを嫌って1954年12月に廃業した。錦戸堂は、総宮山またごろうの所有者名義だったが、それを知らずに襲名してしまったために、立浪から苦情がつき、一門間での争いにも巻き込まれた。その人柄を惜しんだ時津風が、 各界に残れるよう便利を図るが、現在よりさらに一問同士の隔たりが大きかった時代で、双葉山をもってしてもかなわず、引退相撲も行われなかった。断髪もしないまま今後を模索していた頃、力道山に誘われて、プロレスに転向した。力道山のつてで、ハワイでレスラー修行を積み、1955年4月17日に、ホノルルでドンバイテルマム相手に、 デビュー戦を行う。その一週間後には、同所で、力道山と組んで、ボビー・ブランズ、ラッキー・シモノビッチ組から、ハイタック選手権を獲得した。1五十五年十月には、各団体の主力が参加した、ウェイト別日本選手権のヘビー級部門で、山口敏夫を破って優勝する役柄を演じ、日本ヘビー級王者、力道山への挑戦権を獲得した形になったが、 力道山対東富士の選手権試合は実現せず、結局は力道山に脇役として使われ、力道山がブラジル遠征を行っていた1958年11月にプロレスラーを引退した。最後の試合は11月28日に甲楽園ジムナジアムで行われたテレビマッチでのタイニーミルズ戦である。プロレス引退後はアパート経営を経て、 富士テレビ TBS テレビなどの相撲解説者を担当し銀座でサラリーマン金融ファイナンス富士を設立して社長を務め銀座を中心に名古屋仙台札幌静岡に支店を出した1973年7月31日結がんのため死去した51歳没土涛のよりと形容された速攻相撲の実力者だった速攻に加え 肘をつけて全体重を乗せるようにして打つ上手出し投げは東富士ならではの強烈なものだった。しかし全勝も連続優勝もなく東富士時代と呼べる一時代は気づけずに終わった。物事に執着のない性格に加え、師匠の高さごとの不和などが実力を発揮しきれなかった背景と考えられている。しかし、初優勝以来六年間は毎年一回優勝しており、 羽黒山さん政治らと共に、土地西棋清高、若野花監視時代までの相撲界を支えた功績は大きい。国技館編に展示されている東富士の手形優勝同点、3回優勝時点、2回1949年1月場所は引き分けが1、また1951年9月場所は預かりが1あり。ありがとうございます。